赤ちゃんが生まれたばかりのお母さんと家庭を応援するための弁当が生まれました。作ったのは助産師さんと仕出し屋さんです。家事の壁を乗り越えていけたらいいなって思っています。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。富士市にあるなお助産所です。助産師の堀田さんは病院で生まれて家に帰ったばかりの赤ちゃんと家族を見守ることに力を入れています。ぐずったりしてそっちに行ったらご飯作るのが途中になったり、おそうめん茹でるのも一苦労なお食事の支度ができないとかお家のことができないって話をよく聞くんですね。決められている時間に作らなくちゃいけないものなので待ったなし赤ちゃんが生まれたばかりのお母さんと家庭を助けたい。堀田さんは仕出し料理給食の会社とコラボしました。煮物の出汁を昆布と鰹節で取っています。仕出し小川は家庭にない添加物は使わない手作りの味を大切にしています。産後ママ応援弁当、食べたいけれど手のかかる煮物を必ず入れています。お母様たちがお弁当を召し上がるときに華やかな嬉しい気持ちになるように彩りを考えて作らせていただきました。1食500円からです。大切なサービスは届けるところです。はい、じゃあすいません、こちらお弁当になります。生まれたばかりの赤ちゃんとお兄ちゃんがいるそうです。やっぱりご飯って夕方作るのって大変ですか？大変ですよね。やっぱり手が離せないので泣いちゃうと何もできないし、お兄ちゃんの世話もあるので、はい、とても大変なのですごく助かります。なんか食事を作ってこそ妻の役目とか、うん、心のこうなんかハードルがあるようなんですけど、そうじゃなくてそのことに使ってた時間を赤ちゃんやあの上のお子さんのために使ってもらえるように、あのちょっと自分の中のこだわりをもう一回見直してほしいなと思います。赤ちゃんのいるお母さんを助けるビジネスが次々に生まれ、当たり前のように使える時代、お母さん向け弁当の宅配サービスはその始まりです。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。